皆さんこんにちは、中谷紀彦です。今日はですね、こちら今注目の IS500F パフォーマンスのこれファーストエディションっていうんですね。まあアメリカで売られてて、まあ、V8 の5リッターの NA のエンジン積んで、ものすごく速くて人気あるという車をいよいよ日本にも導入するということで、今日はこちらに試乗紹介してみたいと思います。こちらですね、 IS500 の F スポーツパフォーマンス、いよいよ日本国内登場ということで、スポーツセダンの最高峰としてね、今大注目で、これはファーストエディションっていう限定販売モデルなので、まあ、多分もう買えない、手に入らないと思うんですけども、何が違うかっていうと、ここにあるスカフプレートファーストエディションってやつとか、あとウッドのパネルがついてたりとか、あとホイールが BBS のマットブラックのアルミホイール19インチがついてたりとかっていうところなんですけども、やっぱりこういう車はなんかこうプレミアム性があるとすごく魅力を感じるので、ファーストエディション手に入った方は抽選らしいですけども、すごく幸運だなと思いますね。でこの車 IS500 はあの V8 の5リッターっていうエンジン積んでて、まあ430馬力かな、523ニュートンのものすごいパワー、まあ一昔前だったらちょっと国産でそんなパワーってありえるかっていうぐらいのね、数値ですけども、まあ LFA、V10 の LFA とか、あと LC500 とか、この V8 エンジン積んだモデルもスポーツカーにはこう存在してたりなんかして、もう世の中がね、500馬力600馬力スポーツカーはそんな馬力って当たり前になってきてるんで、それほどびっくりしないですけどね。ただこの IS のセダン、フォーダーセダンっていうところでこのスポーツグレード出してきたっていうのがすごく魅力を感じる人が多いと思います。BMW でいうところの M とか AMG の C63 とか、そういうグレードに匹敵するようなハイパフォーマンス性が売りです。で FR ね、フロントダブルシボンで、後輪駆動の、FR ということで、なおかつリアのデファレンシャルにはトルセンの LSD が入っててね、サーキットとか走ったら多分相当楽しめる車なんだろうなと思います。まあ、ここ一般道なのでそういう限界走行ちょっとできないんですけども、ドライブモードが今エコになってて、まあ、スポーツプラスとこう切り替わります。で足回りは ABS で若干そのダンピング特性変わるんだと思うんですけども、まあ、エコでもそこそこ硬い感じはあるし、スポーツ S プラスにしたからといってそのガチガチ固まるっていう印象でもないですよね。もともとそのダンピングがすごく良くてしなやかな足を持ってます。でその辺があのシャシーのパフォーマンスロッド前後に入ってる部分と非常にうまく合わせ込みができてて、まあ、昔はね、ニュルで鍛えたっていう、ニュルブルクリンクで鍛えた足っていうのは売りだったんですけども、最近はこの下山っていう新しいトヨタのテストコースで鍛えたっていうところが売りになってますよね。 F スポーツの F はそもそもその富士山の富士の F っていう、ね、話も当初ありましたけども、まあ、この IS500 は下山で鍛えたっていうところが売りになってます。でこの車のオートマティックトランスミッション発足なんですが、マニュアルコーシフトがパドルでできて、かなりそのシフトの時の変速ショックみたいなのも再現されています。まあ、六角クラッチが強力なのがついてて、そのパワーの損失がね、なるべくないようにマニュアル車に近い感覚、あるいはその DCT とか
のクラッチ、摩擦クラッチのこう締結力に近いような変速感が得られるような仕組みになってますね。エンジンは7000回転まで回るみたいです。でさっきちょっと試したら高速道路 でしたけど、1速でも7000回転で65キロで、2速になるともう7000手前で100キロになっちゃうので、まあ一般道ではね多分もう全開で走らせることないぐらいの動力性能ですね。これを思い切り走らせようとしたらサーキットへ行くしかない。特に富士スピードウェイみたいな最高速が出せるねサーキット行かないとダメじゃないかなと思います。で残念なところで言うとね、ちょっとこのインパネが少しもう古い感じがするんですね。特にステアリングにこのオーディオのスイッチとかメーターの切り替えのスイッチあるんですけども、その内容がちょっとこの F スポーツっていう車のキャラに合わないし、あとこれ物理スイッチなんですよ。だからステアリングがちょっとまあ古臭く感じてしまう、この辺のデザインがね。あとエアコン周りのこの辺のスイッチもまあ基本物理スイッチで操作性は悪くないと思いますけども、見せ方がもうちょっと今の時代には古臭さを感じてしまいます。でエンジンのサウンドとかはね、乗ってるとあんまり V8 の迫力みたいなのあんまり感じられなくて、外で聞いてるとまあ少しおっていう振り返り感はありますけども、でもいわゆる AMG とか BMW のなんか迫力のあるサウンドとはちょっと違いますね。でスポーツ S プラスにしてもそんなにね、なんかフラップが開くようなターボでもないし、音がそんなに派手に変わることはないです。タイヤはフロントが235で、19インチで後ろが265ですね。まあ、最近あのシビックのタイプ R は4輪のタイヤサイズが265なんで、300馬力ちょっとのシビックタイプ R が265を採用しているとなると、この400馬力超える IS500 がの駆動輪が265でいいのかなと、物足りなさをちょっと感じてしまうぐらいですね。その分まあね乗り心地はいいんですけど、これね結構フロントのタイヤの切れ角がすごく大きくて、最小回転半径が小さいんじゃないかとなと思いますし、あとまあ専用のコースでドリフトなんかしても結構深いドリフトアングルでコントロールできると思いますよね。でトラクションコントロールオフのスイッチがついてるんで、そういう場面ではLSD 効かせてパワードリフト楽しむっていうね、ことができる、まあ、そういう意味では、まあ、富士スピードウェイありますけども、日本全国ねいろんな場所にやっぱりこの性能を引き出す特設の専用のコースを、まあ、ぜひ作ってもらいたいなと、まあ、トヨタ86やスープラ、そしてこういった IS500 とかねありますけども、それを引き出す性能を楽しむ場所っていうのはもうサーキットしかないので、トヨタが展開するそのサーキット全国にあるといいなっていうのは思いますね。トヨタの場合はレクサスもその全国各地でドライバーズトレーニングみたいなのをやってますので、まあ、そういうのに積極的に参加して性能を引き出すのもいいですし、まあ、そういう専用コースがあればね自分の思い通りに走らせて、この性能を楽しむということもできると思うんで、このファーストエディションは価格が900万円ですので、AMG の C63 とか
M3、M5 とかと比べたら安いじゃないかな。このステアリングは軽すぎず重すぎずで、この EPS の制御は非常にステアリングの要は手応え、路面の接地感とか、あとハンドルの切れ角とかグリップとかね、そういうものがうまく感じられるようなあのフィーリングに仕上がってます。でそれがパフォーマンスダンパーをつけられたこのシャシーとねうまくチューニングされて、運転しててのこういろんなこうフィーリングを実感するっていうことがねできますね。ちょっとボディ剛性に関して言うと、まあ、馬力がある性もあるし、フロントが重たいっていうのもあるし、少しもうちょっと欲しいところがね、特にリア周りあります。まあ、この車、リアのトランクスルーがあって、実用性が非常に高くて、まあ、その周りも多分、剛性は上げてると思うんですけど、もう屋根周りですかね。屋根剛性上げると重心上がっちゃうっていうのはありますけども、よりしっかりした乗り心地を加えるためには、こう感情に剛性上げていくっていうのもね大事なところです、まあ、そういう意味でなかなかこの一般道で性能もねインプレッションするのも難しいんですけども、まあ、それを予感させる何かが感じ取れればいいなと思いますね。まあ、NA で V8 で5リッターね、このエンジンのボリュームと、まあ、NA のこの自然なパワーの出方、そういったものも、あとターボつけてツインターボにしてインターグラスつけたりなんかすると重くなりますし、トルクが出すぎちゃうんだね、四輪駆動だにしないと。そうするとますます重くなって、行ってしまうので、まあ、ある意味ライトウェイトでもあるわけですよね、このクラスでいうと。フォーダーセダン、スポーツセダンがとても好きだと、国産車でこの IS500 のファーストエディション魅力を感じる人はすっごく多いと思います。